聴覚補充現象の説明図。健常耳では実際の音の大きさと感じる音の大きさは比例するが、補充現象用性耳では指揮位置より小さい音は聞こえないが、指揮位置を超えると急速に聞こえる音量の大きさが上昇する。補充現象陰性の難聴では変化の度合いは変わらない。聴覚補充現象は感音性難聴に伴う聴覚過敏症の症状である。 耳鼻科領域において単に補充現象あるいは聴覚のリクルートメント現象とも言う内地障害では難聴であるにもかかわらずそのような有毛細胞に伴う障害感音声難聴を伴わない聴覚過敏症は同一ではありません健常耳で聞こえる課長レベルの音声が聞こえないにもかかわらず課長音量を一定以上超えた大きさの音声が 健常耳に比べて激しく響き耳に刺激を感じ苦痛である。一定の大きさを超えた音は健常耳より大きく響いて聞こえ苦痛であるが、音声の聞き取りの精度、明瞭度は低下しているので会話には支障が生じる。補充現象の強さはどの音に対しても一定ではなく、子供が叫ぶ音、高音の機械音、高音の金属音、スクーターの排気音などの高音及び、 破裂音、圧迫感のある音に対して、より顕著である。聴力検査の特殊な検査方法であるアブルブ検査、死士テスト、時期、オージオメトリーがある。アブルブ検査は左右の聴力が異なるときに、左右の耳から聞こえる音が、同じ大きさに聞こえるレベルを調べる。比較的小さい音では、健常耳が優勢であるが、しかし障害耳が、 聴覚補充減少要請である場合は、相対的に大きな音になるほど、健常耳と障害耳の同じレベルに聞こえる音量の差が小さくなる。さらに大きくするとその差が同じになり、もしくは逆転することもある。この場合、両耳が障害されている時には、検査不能である。死死テストは、敷地上20デシベルの連続音を聞かせ、 5秒につき200メートル秒間だけ1デシベル上昇させた音に切り替えることを20回から100回程度繰り返す。この時の音の上昇に気がついた割合が60%以上ならば、聴覚補充現象要請とする。健常耳ではわずか1デシベルの音の大きさの変化には気がつきにくいが、補充現象が出ている場合には、 聞こえに不必要な増幅がかかるため1デシベルの音の大きさの変化にも容易に気がつきやすくなるためである。特に補充現象が顕著であるメニエール病では死スコアが90%以上を示すことが多い。内耳の細胞障害で起こると推定されている。内耳性の感音性難聴に伴う。老人性難聴、メニエール病、突発性難聴、内耳炎、薬物中毒。 騒音性難聴、原因不明の進行性難聴などがある。電音性難聴には見られない。また、感音性難聴でも超神経腫瘍などの後迷路性の感音性難聴では見られない。治療法は分かっていない。原因疾患が治癒視聴力が回復すれば、補充現象は消滅することもあるが、原因疾患には難治であるものが多い。補充現象を伴う耳では、聞き取り 補充減少要請では、より大きな音声を出せば聞き取りやすくなるものではなく、聞こえる最低限の大きさの音より20デシベル程度大きな音声が最も聞き取りやすくなる。ありがとうございます。